ピラミッド100には、まだ元のデザインを保持しています。ヤルメラは、ホンジュラス中央部から、やや東部のラパス県に位置する形成期段階の遺跡である。遺跡は、カリブ海に注ぐ裏側の支流、コマヤグア側の一部をなす、小河線であるウムや川の西岸、飛行差10メートルほどの貸し段球場でも一際、小高くなった、標高600メートル前後の島上の大地上に、 30ヘクタール近い範囲にわたって広がり、中心部には少なくとも15基のマウンドが確認されている。ハラレンカ語を話す人々によって、紀元前1000年くらいから居住が開始され、AD200 年頃まで営まれた祭祀センターであると考えられている。それより、後の時代から5個天気にかけては、埋葬と居住は散在的には見られるようであるが祭祀センターとしては、 機能していない状態となる。ヤルメラは、カリブ海と太平洋、メキシコ、グアテマラを結ぶ、交易の要衝に置していたため、形成期には、コマヤグア過国で最大のセンターとなった。ヤルメラ周辺では確認できない、植物依存体、グアテマラ産の翡翠や太平洋産及び、カリブ海産の貝でできた、装飾品、メキシコ中央高原産の黒曜石、 大理石製の湾の破片などの出土品も確認されている。南東上空から見たヤルメラの景観復元図ヤルメラの遺跡が発見もしくは記録上最初に訪問されたのは19世紀中央に F'G スクワイヤーによる倒査によってであるとされる。スクワイヤーはコマヤグア国を大陸縦断鉄道沿いに倒査を行った際にこの遺跡を発見し上流の 小さな村にちなんでこの遺跡をヤルメラと命名した。スクワイヤーはヤルメラについて詳細に記録し、当時は現在よりも遺跡の保存状態が良かったことがわかっている。20世紀に入ってからの中米考古学の倒査記録でヤルメラについては2件の記録が知られている。一つは1926年のサミュエル・ケーラ・スラップによるものでテナンプアに訪れる途中で、 ヤルメラ付近を通過している。もう一つは、イエンス・ユデによるチューレイン大学と、デンマーク国立博物館の調査隊によるものである。この調査隊は直接発掘調査は行わずにヤルメラの遺物とするものを紹介しており、実際にそうなのか疑念を持つ研究者もいる。1930年代に、コマヤグア教区の司教である、フェデリコルナルディがヤルメラに関心を持ち、 ルナルディ首相は、1948年に著書を交換して、構築物103号のカホーニウムヤ川の湾曲部と三日月湖があったこと、構築物101号とその付近から出土した破片について、マヤのものとして紹介した。コマヤグアの考古学博物館にある連家族の船、ヤルメラについて、初めて学術的な団体によって、本格的な調査が行われたのは、 20世紀中央になってからである。最初に挙げられるのは、ヨエル・キャンビーによるヤルメラの周辺部の私屈調査である。キャンビーは、土器の変年を確認するために行ったこの私屈で、ヤルメラの遺物が、コパンの古器内視線古典器の遺物と同じと言って、いいほど共通していることを確認した。1957年及び1972年には、 ドリス・ストーンによって調査が行われた。表面採集の成果だけでもメソアメリカ、南東部地方の形成期段階の発展を示唆する異物があることが確認され、ストーンは報告書に実測図と詳細な記述を掲載し、ヤルメえラが、コマヤグは過酷にどまらず、中央アメリカ全体でも学術調査が必要な重要な遺跡であることを示した。クロード・ボーでは、 ヤルメラを訪れただけでなく、ヤルメラに近い色でバカ遺跡の調査を行うとともに、表面採集を行い、その成果を1966年に発表した。キャンビーやストーンの調査を踏まえ、その所見が正しいこと、過酷単位でまたがって、ロスナランホスやプラヤでロスムエルトスなど、ホンジュラス北部の遺跡に見られる、土器複合を含めて、居住システムの中に位置づけられるとした。 1980年に J. マンデビルによる南米とメソアメリカの形成期段階での土器複合の関連を調べることも目的としたプロジェクトの一環での大規模な発掘調査がヤルメラで行われた。まず、以前キャンビーが調査を行ったマウンドがない場所で3度に渡る調査が行われ、1986年にその成果が報告された。 1988年から1990年の間にも3度にわたって、ヤルメラのより古い時期の移行プランに焦点を絞った発掘調査が行われた。つまり、ヤルメラにおいて社会階層がどのように発生し、そうして成立した支配階層がどのように建築活動を行ってきたかを知ることを目的として、祭祀などのような公共的な目的のために建てられた。 建造物が繰り返し構築されるその個別の建物について記録する調査であった。これらの二つの研究の他に、1985から1987年にかけて、リクソンによって地域性による違いや明確な共通する基準がないか、ヤルメラの形成期の生態が発生した時期に文化が伝播する通路として、高地の河川が どのような役割を果たしたのかを調べるために、コマヤグは過酷の10%に及ぶ範囲をランダムに、投差が行われた。ヤルメラの建築活動は大きく3期に分けることが可能である。すなわち、前期、中期、後期である。これは、それぞれ合期、2期、3期と呼ばれる。前期もしくは、ヤルメラ1期は、形成期、前期に相当する。 この時期にあたる遺物は1949年にキャンビーによってメインプラザの南側部分を発掘調査した際、地表より2メートルの位置で確認したことが報告されている。続いて J. マンデビルが調査を行った際、新たにロアナや柱穴、土壁の破片が発見され、キャンビーが想定したよりも、 広範囲で床を突き固めた木柱かやぶきの建物があったことが明らかにされた。炭化物サンプルについて放射性炭素年代測定を行ったところ 1125BC から 800BC の年代が得られた。ロアナ2号に伴う時は、形成期前期から中期にまたがっていることから、双方の時期の移行期に位置づけられる移行であると考えられる。 遺跡の北側にある構築物104号の基礎部分から確認されたサンプルユ UC-2412 が大体同時期に位置づけられることから構築物104号の建設が始まった時期が推察される。この時期の土器の形状や装飾技法として指標となるのは非常に丁寧な魔剣が施されていること赤い公園部が赤い色を呈する 浅い皿や鉢、壺があって、しばしば紐状の装飾が付けられていることなどである。その他、深い黒線が施されたものも見られる。土偶には中空であるものとないものがあり、無門の石製の案も見られる。リクソンは、ヤルメラ一期の土器について、コスタリカ高地のトロナドーラ地方の土器やグアテマラ、太平洋岸のオコスショーの土器に、 形式的に似ているとみなしている。形成期中期の居住を示す遺物は、キャンビーとマンデビルによって、それ以前の遺物が発見された場所と同じ場所で発見された。1983年の発掘調査で大規模な、長方形の、かまどと思われる遺構の一部が数期発見された。そのうち一期のかまどの年代は、有する2111とされた。 炭化物のサンプルについて放射性炭素年代測定を行ったところ1430から 190BC 頃という年代が得られた。ディクソンはこのかまどについて同時期のエルサルバドル北部にあるチャルチュアパで確認されたものに非常によく似ていると考えている。その他の2機のかまどはすでに1981年に 遺跡の南側の三日月湖の上にある、同時期の地点の層から確認されたもので、それぞれ1000から 770BC、520から 170BC という年代が得られている。遺跡のピラミッド102、ヤルメラ2期になると、研究者によって、記念碑的建造物とされる、高さ2メートル以上の建造物が見られるようになる。河原家については、 土器の磨きの技法について、時期を決定づける独特な特徴が見られ、前期すなわち、ヤルメラ一期に見られる土器の形や、製作技法に加えて様々な取っ手をはじめとして、アブミ型中高のような付属物が付けられるようになる。また、この時期の遺物としては、厚手で良質な粘土でできた、ナプキンリングと呼ばれる耳飾りが増えていくようになる。 1988年から1990年にかけて高さ6メートルから9メートルに達する基壇マウンドである建造物102号と104号について発掘調査が行われその内部には高さ3メートルから4メートルの表面を石灰岩で塗り固めた土でできた基壇マウンドがあることが明らかにされた建造物104号の最下層の上から発見された 焼かれて放棄された建造物の壁の破片について放射性炭素年代を行ったところ800から 360BC ないしは290から 251BC の年代が得られたことからこれらの建造物の年代が形成期中期に相当することが判明した。 一方、建造物103号の基礎部分から840から 390BC の頃のより古い調整を受けた、建造物の壁の破片と形成期中期のメソアメリカ南部に分布していた太鼓薔薇の人物検証土器が出土している。メインプラザの南西部に位置する高さ3メートルの構築物106号を敷屈すると、ヤルメラ三期に相当する薄る端式土器が、 建物の表面からも内部の重点物からも確認されていないことから、形成機構機に新たなピラミッドを覆う形で増築されてはいないことが明らかになった。1989年の調査で構築物106号の仮想の建物の粘土の内部から柱穴の列が発見された。つまり、構築物106号が完成する前には、 いくつか集まるように住居跡が作られたことを示している。構築物101号ピラミド101は敷地内で最大の建造物であり、過去には約30メートルに達しました。形成期中期にヤルメラでは高さ20メートルのエールセリットスマウンドとも呼ばれる構築物101号が築かれた。構築物101号の基礎部分は幅70メートル。 長さ110メートルに達する。ディクソンによるトレンチ調査によって判明した基盤部分に見られる床面の部分的な断面からこの建物の大部分が丸石などによって吹き石がなされていたことが分かってきている。構築物101号には現在の地表に至るまで形成期後期、古典期、スペイン征服後から近代に至るまでの遺物が 含まれる厚さ 60cm 以上の堆積層があるが、1990年にそういった堆積部分を発掘調査することによって、もともとは数十年間にわたって平屋の建物群が建てられていてさらに高かったことが判明し、その下からメソアメリカ南東部周辺地域ではおそらく最古に属する当時の支配階層によって居住がなされたか。 儀式が行われたことを示唆する意向である形成期、中期の貯蔵施設も発見された。また、構築物101号の基段の上には、南北32メートル、東西14メートルくらいのかやぶき木柱の建物が、メインプラザの主軸である、東西方向を意識して、東向きに建てられていた。構築物101号の正面には、 石灰岩によって表面が仕上げられた幅3.5メートルの中にはないし、ベランダというべき設備が設けられていた。1988年の調査で、木壇の東側に2カ所の漆喰の施された床が確認され、主建造物の木壇の上に垂直の向きに向かい合っている2つの小さな建物があったことが判明した。1990年の調査で、 構築物101号に、基段の上部に達する階段の有無を示唆する成果が見られた。南側面に沿って2つのテラスのようなものが確認され、当時はおそらく石灰岩の漆喰によって表面が塗り固められていた砂とそれを敷き詰めた粘土でできた、狭い床面の層によって分割されている、残存している厚さ1.2から1.6メートル。 高さ1.6メートルに達する壁が確認された。これは、構築物101号に、もともと基段の頂部に達する中央の階段があったが、植民地時代以降に取り払われたのではないかと、ディクソンは考えている。101号の脇や後方などに平行に敷石によって、幅1.5メートルの歩道内し液体を流すといの、ような設備が設けられていた。 この設備についてディクソンは、ブライアン・ディロンの指針から、グアテマラのアバフタカリクにも見られるような形成器の水路設備であると推察している。構築物101号の内部には、元々の床面の上に、何度か断続的に床面を作り直していたために、床が硬い粘土で突き固められ、発掘調査で断面を実測すると、細かな砂でできた薄いレンズ状の体積が、 観察される。基壇の上に建てられた建物の下にある基壇の床面から南西宮にある排水槽につながっているものと思われる石積みの排水口が部分的に確認されている。ヤルメラ3期すなわち形成機構機には形成期中期に見られるような規模の建築活動は行われないだけでなく以前からの建築伝統を継承するだけで 広報を発展させようと工夫したりすることはなくなった。異物については、形成気候期のメソアメリカ南部に多く見られる、ネガティブ技法による、セブンで知られる、ウスルタン式土器が特徴である。それ以外には、以前からのセブン技法や器形を検証している、日用品の蘇生土器が見られる。ヤルメラ三機の人園台については、構築物百八号の衝動片のサンプルを、 放射性炭素年代測定にかけたら、それぞれ480から 180BC、400から 100BC の年代が得られた。構築物101号や構築物104号で土の重点物を漆喰で表面を覆っている様子が見られるが、さらに表面が容易に崩れないように瓦石で表面を覆っていたと推察される。構築物百五号は瓦石とアドベが用いられ、 構築物108号及び109号は、アジロ土壁の上屋が建てられ、構築物110号では、テラスを覆うのに、大きな石灰岩の平石が用いられた。構築物102号形成機構機にメインプラザの周辺部分の建築活動が盛んとなり、メインプラザの空間部分が狭まった。そういった、建築活動の中で注目にすべきものに構築物102号の、 増築を見ることができる。構築物102号は、形成期中期に高さ4メートルの土の基段に、少なくとも4段階にわたって増築がなされ、AD250 ごには頂点まで高さ9メートルに達した。さらに本来そこにあった構築物に、中央階段を設けられ、漆喰仕上げの瓦石の基段が、元の建物を覆って作られた。 ヤルメラの発掘調査や研究を中心的に行ってきたディクソンは、先古天気ではなく、形成期という用語を用いている。講述する研究史に関する記述からも、アメリカの研究者に、マヤ文明の変年を意識させる、変年用語である、先古天気を避けて、ヤルメラが、マヤ遺跡ではないと示そうとしているようにも思われるが、むしろ、 G.R. ウィリーやフィリップスが提唱した南北アメリカ共通の変年用語である形成期を用いていると見るべきと思われる。本校でもリクソンに従い形成期の語を用いることとする。北米のアデナ文化、ホープウェル文化、ミシシッピ文化の遺跡を数多く搭査し、1848年にエドウィン・デービスと共に大著。 エンシェントモニュメントオブミシシッピーバレーを表した。一般調査を参照。ポットベリードを日本人研究者が表現するために当てている語。妊娠したような水ぶくれになったような大きな腹を持つ人物をかたどった土器や石彫り、土偶などが先古天気後期にグアテマラ南部を中心に分布していた。ありがとうございます。